ウィリアム・デニソンはアメリカ合衆国の政治家。保育党及び共和党に所属し、1860年から1862年まで第24代オハイオ州知事を、1864年から1866年まで第24代アメリカ合衆国有政長官を務めた。1815年11月23日、デニソンはオハイオ州シナティにおいて、 ウィリアム・デニソンとポリー・メアリー・カーターの息子として誕生した。デニソンはマイアミ大学を卒業し法律を学び、1840年にオハイオ州から弁護士として認可を受けた。1840年、デニソンはアンニールと結婚した。デニソンは堅実な実業家としてカワセ銀行やコロンバスジーニア鉄道を統率した。デニソンは また活発な政治家として、ホッキングバレー鉄道を組織した。デニソンは、オハイオ州の政治家として、最初に、死に体の保育党を離れて新たな共和党に参加した。デニソンは、オハイオ州上院において、反奴隷制及び反差別主義を打ち出し、共和党内での地位を急速に上げていった。1859年、デニソンは、ルーファス・ランニーを破って、 オハイオ州知事に選出された。デニソンは1860年から1862年まで、オハイオ州知事を一期務めた。南北戦争勃発前、ケンタッキー州とバージニア州は、オハイオ州に対して、逃亡奴隷犯罪人の引き渡し、及び、逃亡奴隷犯罪人を支援した人々に対する、予罰を要求した。だが、デニソンは、オハイオ州知事として、 それらの要求を拒絶した。南北戦争が開戦すると、デニソンは直ちに、オハイオ州全域から兵士を動員した。デニソンは少人数の参謀のみを配置し、また軍部経験を有していなかったが、動員は効果的に成し遂げられた。デニソンの努力により、オハイオ州には大規模な訓練基地がいくつも設けられ、新たに設立された軍隊は、守備よく訓練された。 基地の一つにはデニソンの名が付けられた。その後デニソンは1861年に合衆国上院議員への選出を目指したが、ジョン・シャーマンの前に敗北した。陸軍省からの要請はなかったものの、デニソンはオハイオ州の軍隊をジョージ・マクレーンの配下に置かせ、バージニア州西部での活動に当てさせた。デニソンの派遣した軍隊はホイーリング会議で警備を行い、 最終的に、ウェストバージニア州をバージニア州から分離する形で州に昇格させ、自由州としてが衆国に加盟させることに成功した。またデニソンは、オハイオ州内の鉄道や電話線を統制し、軍事目的に使用することを試みた。だがこれらの行動は、オハイオ州議会において、戦争否定派の民主党員に大きな怒りを与えた。デニソンは、コパヘッドと呼ばれる、 反北軍政府派の人々を避難し、新たな軍隊のための武器、施設を一元的に供給する基盤を確立した。デニソンはまたエブラハムリンカーン大統領の雄弁な支持者でもあった。デニソンは、オハイオ州知事として、北軍のために10万人を超える軍隊を構築し、82の連隊を組織した。だが、デニソン政権はミスを犯し、 共和党員と戦争肯定派の民主党員によって合同の対立候補、デイビッド・トットが立てられた。そしてデニソンは1862年の州知事選挙においてトットに敗れた。後の歴史家、リチャード・アボットはこの選挙について次のように述べた。オハイオ州の最高行政官は皆公的責任に対する鋭敏な配慮を有し、 意思決定に関する卓越した感覚を有していた。そして彼らは皆、それらの権限を行使し、それらの義務を全うしていた。しかしながら、権力闘争がデニソンの死を導いた。デニソンはこの政権交代を快く認め、公認となったトッドに、いくつもの価値ある助言を行った。デニソンは、オハイオ州の黒人部隊創設を手助けし、兵士の募集を支援した。 デニソンはまた1864年の共和党全国大会で議長を務めた。1864年、デニソンはリンカーン大統領によって郵政長官に任命された。デニソンはその後1866年まで郵政長官を務めた。1866年、リンカーン大統領暗殺事件により、アンドリュー・ジョンソン副大統領が大統領に昇格したが、 デニソンは、ジョンソン大統領の政策を支持することができないと判断し、間もなく、郵政長官を辞任した。南北戦争終戦後、デニソンは、コロンバス市議会議員を務め、また、フランクリン軍農業組合を組織した。デニソンは1880年に、合衆国上院議員になるべく共和党の指名を求めたが、ジェームズ・ガー・フィールドの前に敗れた。デニソンは、 死の直前まで、州や連邦政府の政治に積極的に関与した。そして1882年6月15日、デニソンはコロンバスで死去した。デニソンの遺体はコロンバス市内のグリーンラーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。